東京インターナショナルギフトショー秋2010において、ファンシーキャラクター文具雑貨の企画製造販売を行う坂本は、 iPad などのタッチパネル用のペンを出展しました。こちらダブルスムースペンといいます。これは今こちらにあります iPad のタッチペンになります。このように電動の繊維を使ったタッチペンになっておりますので、このように非常に滑らかにスムースにタッチペンを行うことができます。そしてこちらは複合ペンになっておりまして、油性ボールペン、こちらと一緒にタッチペンも一緒についております。現在このペンと一緒にこのファーでできたケースも今開発中なんですけれども、iPad の方はですね、実はプライベートでのご使用が非常に多いというアンケート結果が出てまして、でこちらはビジネスユースではなくて、例えばソファーであるとかベッドに横たわりながら iPad をインターネットとかで使っていただくということで、その一つの流れとしてこのファーのケースとこのペン、こちらをこう横になりながら、女性の方でも男性の方でもこの楽しんでいただいて、非常に手軽に使っていただきたいという趣旨でコンセプトで作ってみました。今実は今回は参考出品でございまして、正確なものっていうのは大体出てないんですけれども、一応11月過ぎの目標で今動いております。で金額的には2000円台が値頃感がありますので、2480円を目標に今進めております。